オオカミウオは、甲骨魚津な鈴木木オオカミウオカに属する、海水魚。歯が鋭く恐ろしげな顔つきからその名がある。東北地方北部から、オホーツク海、ベーリング海の水深50の100メートルの岩礁域に、生息する。全長1メートル。体色はクラ色、または、アンカッシ色、黒色、赤葛色。オオカミウオカは、玄華アモクに属する銀泊の仲間で、 本種も他の銀ポ類と同じく細長い体をしている。口には強大な歯が並んでおり、これで貝類を噛み砕いたり、甲殻類を噛み切ったりして食べる。オオカミウオはその特徴的で恐ろしい顔つきから水族館でよく飼われる。その顔つきとは裏腹に性質は温厚では臆病。たまに噛むこともあるが攻撃しているわけではなく、餌と間違えたりするという。 アサムシ水族館では2016年と2017年に日本の飼育下では初とみられる孵化に成功したが、稚魚の多くは死んだ。おとなしいとはいえ硬い貝殻も噛み砕く強力な歯と顎を持っており、油断は禁物である。不用意に指でつくなどすることは刺激を与えて噛みつかれる恐れがあり、好ましくない。食用になるが漁獲量が少なく、 すぐに生け締めをしないと匂いが残るなど処理に手間がかかる。日本では市場には流通せず、地魚として扱われる程度で一般的とは言えない。しかし肉は淡白な白身で、フライやムニエルにして美味である。メディアを再生するオ,オカミウオ、木村義史、フィールドベスト図鑑日本の海水魚学習研究者、2000年8月4日。 ISBN4 から05から40万1121から7。P159、狼魚北見のご当地グルメに、ハンバーガー、唐揚げ、居酒屋などで売り出し中。2019年6月17日閲覧。ありがとうございます。